はい、皆さんこんにちは。肌の再生医療の北条基治です。今日はリノクリニックさん、隣に宮崎先生がいらっしゃるんですけども、リノクリニックさんにお邪魔していろいろなその若返りの、点滴とかですね、若返りの治療とかいろいろ聞いていきたいなというふうに思ってます。事前にさっきそこで雑談してたんですけど、むちゃむちゃ尊敬できるかなっていうふうにどうですか先生はこれなかなか答えづらいよね。俺も振られたら答えづらい部分はある。先週大阪で美容外科学会があって、ね、そこでも結構この再生医療の話題ってまあまあのトピックになっていて、はい、いろいろ研究も進んでいるしって中で、今美容業界で流行ってるエクソソームの点滴、流行ってますね。エクソソームっていう単語だけがちょっと走っちゃってるなって気はするんですけれども、実際中を見てみると、確かにいいものは入ってると思うんです。僕も最初ちょっとかなり疑ってたんですけれども、やっぱり中に入ってるサイトカインとか見るといいものは確か、そういうものがいいことに働くのも確かで、実臨床で使ってる先生方、いろんな先生に聞くといい結果も出ている、多分出てない結果もあるとは思うんですけど、そこのまだ臨床的な実績が積み重ねがちょっと少ないので、ね、なかなかいいとは言い切れないんですけれども、ただ今分かる範囲でのある程度の安全性とかは分かってはいるので、もっともっと使える分野ってあるのかなとは思ってるんですね。ただちょっと美容業界ではビジネス要素がかなり走っちゃってるので、少し危険な感じもするんですけど、エクソソームのその過剰な効果を期待するっていう部分で、ただ薬品としてというんですかね、製剤として何か危ないってことは今のところはないと思うんですよ。で、免疫学的にも特に問題はないはずなので、それをどう使っていくのか、どういう効果を狙って、でその実績をどう評価するかっていうところがもう少し成熟してくると、より説得力は出てくるのかなとは思ってるんですよね。使い方としてはどんな感じ？やっぱり点滴、基本は僕は点滴かなと思ってるんですよ。でたくさん使ってる先生が手術の前後で使ってダウンタイムが少ない、ダウンタイムの少なさを測るのは難しいんですけれども、体感としてダウンタイムが軽くなっているっていうのを感じてるっていう先生が目の手術をしてる時に術野に撒いたことがあるらしいんですよ。エクソソームを、そうすると吸収されてダウンタイムが減るかと思いきや、あんまり変わんなかったんですね。やっぱり点滴した方が圧倒的に効果があるって言ったので、やっぱり血流に乗って炎症が起きてる臓器にエクソソームなり、そういった中に入っているサイトカインが働いて効果を発してるのかなとは思ってます。なのでそういったエクソソームだったり、バイオ浄成器の中に入っているサイトカインがどういった働きをするかは分かっているので、それをどこにどう狙っていくか、狙いを定めるのはまだまだ難しいですけど、ただ手術をしたダメージを受けた組織に関しては働く。理論上働くことになっているので、そういったところの効果は狙えるのかなと思ってるんですよね。2004年ぐらいから結構脳外科の先生とか脳外科の分野で、脳卒中の後のリハビリ時期に、バイオ浄成器を点滴するとリハビリ期間が短縮されたとか、そういったペーパーはまあ出ていて、僕も2年ぐらい前に一度導入したことがあったんですけれども、その頃はまだ結構高価だったんですね。なかなかちょっと導入が難しかったんですけど、この2年経ってだいぶまた価格が下がってきて、患者さんにも使いやすくはなってきたので、術直前、もうダメージが加わる前に点滴で入れて、1週間目にまたもう1回入れるんですけれども、それをやるだけで確かに体感としてダウンタイムはだいぶ軽いな、回復が早いとか痛み止めの飲む量が少ないとかっていうのは感じてます。まだちょっとデータ集めるほどの N 数がないので分かんないんですけども、ただなんとなくっていうよりは診察してて軽いなって分かるぐらいの差は出てます。今のところエクソソームの使い方っていうのは、そのダウンタイムとかその何かのイベントがあった時を軽減させる。で単独で、例えば単独で私がそのエクソソームの点滴とか打つ多分単独で打ってるところもありますよね、はい、クリニックで。うちもやってます。あ、どんな感じですかね。どう感じるかって結構難しいなと思っていて、そのなんか打った結果良くなる具合ってプラセンタに似てるんですよ。人によってなんか感じることが違う。うん、でもたくさんやってる患者さんとか、あとドクターでも打ってる方結構多いので、そういったところから情報を集めると睡眠の質が良くなる、朝の目覚めがいいとか、あと筋トレした後の筋肉痛が軽くなるあとは僕の友人で血圧が高かったんですけど、エクソソンを点滴し始めてから血圧が下がったって言ったので、まあ、多分血管内細胞の修復がされたんじゃないかなと思うんですね。なのでそういった細胞障害が起きている場所にはおそらく働いているんだろうと思ってます。何かエクソソーム、まあ、例えばその薬理作用があって、まあ、血管内、まあ、どのような薬理作用か分かんないんですけど、何らかの薬理作用があって、まあ、修復される、まあ、薬理作用っていうことは当然その作用と反作用ではないですけど、副反応みたいなものも多分ある。そういうようなものっていうのはなんか観察は今のところ明らかに何か点滴の不作用だなっていうものはないんですけど、基本的に何か障害を受けた細胞、まあ、手術もそうですけれども、そういったところには治癒機転が働くので、自分の体の中でも当然働いてる物質、それをまあ数でより良くするっていうことなので。まあ、多分効果的には働くんだろうなと思ってますね。ただそれもまあどれぐらい打てばどういう有害事象が出るか確かにまだ分かってないので、そんなに量を増やして打てないんですけれども、今のところ過去この数年で使われてた量とかいろいろ聞く中で使ってて、今のところ特に問題は出てない。安全性はもう感覚値ですけれども、安全性はなんとなく問題なさそうな気はしますね。いわゆるそのある特定の、例えば抗がん剤とかですね、それから、ステロイドとかですね、まあ、そういうようなものに比べて切れ味の鋭いものだとやっぱりどうしても副反応みたいなやつもどうしても考えなきゃいけないんでしょうけども、まあ例えばその機上的なものからしてもそういうものはもしかしたら少ないかなというのは、まあ、感覚なんですけどありますね。あともう一つその MNN ってあるじゃないですか、あれに関してはどうなんですかね。サーチェン遺伝子に作用して、まあ、若返りにの助けになる、まあ、NAD プラスの全駆体として使いやすい薬剤ってなってますけれども。はい、まあ、多分そういう物質を多く取ればより働きますよねっていう考え方、まあ、ビタミン C が足りなければビタミン C を補充すると同じような感覚なのかなと思ってます。ただ結構サプリで内服が出てるんですけれども、消化管からの吸収率って考えると結構そこら辺は摂取はしやすいけれども吸収率はやっぱり下がっちゃうのかな。今僕点鼻薬を使ってます。MNN の粘膜からの吸収なのでやっぱり消化が介在しない分もうちょっと吸収はいいかなと思ってですね、朝晩点鼻するだけなので、まあ、それで何か変わったかって自分はあまり分かんないんですけれども。まあ、なんとなく髪の質が良くなるとか、それも眠りの質が良くなるとか、確かに若返るとか元気になる、単純に言うとそんな感じの症状が感じられるっていうのは使ってる方からまあ少しは聞きます。足りないものを補充するっていうところからもっと多く入れたらもっと作用しますよねっていう概念で成り立ってる分野なのかなと思うんですよね。例えばシワとかを治すのに注射をしてシワを消すっていう薬って世の中結構あるんですよ。スネコスっていう、ありますね。ああいう薬剤を注射してシワを消す。僕も最初あれ見た時にシワ消えるんだと思ったんですけども、よくよく中見るとミネラルとかそういう栄養素と、あと皮下鏡のヒアルロン酸があって、多分それが分解される過程で繊維が細胞を刺激してコラーゲン生成させる。なのでまあ今ある繊維が細胞に鞭打ってるような感じだと思うんですよね。今回その繊維が細胞培養の再生医療を導入しようと思ったのは、そもそも刺激するんじゃなくて刺激される細胞を増やすっていう意味で、あ、これもう明らかに効果的だろうなと思ったので導入を決めた。そうですね。なんかさっき話をしてたら、繊維が細胞を打ってエクソソームを点滴するっていう一つの。その後数も増えて刺激するものも増えるので。より効果を出せんじゃないかなとは思ってます。この分野ってこう見てると僕いつもスタートレックを思い出すんですけど。スタートレック、ああ、はいはいはい。ずっとドラマとか映画とかもずっとやってきましたけど、まあ、スター・ウォーズと同じぐらいに出た映画とかドラマですけど、スター・ウォーズはどっちかというと人間ドラマみたいになってますけども、スター・トレックって結構こういった再生医療に近いような近未来的な話が結構ガンガン出てきて、人を凍らして保存されてるとか、液体に使って修復されるとか、実はなんかそういった世界が本当に近づいてるんじゃないかなって思ってる。でもその感想ってすごく私も近いものを持ってるんですよ。縄文時代にみんな何を考えたかというと、瞬間移動したいとか多分考えた人もいると思いますし、テレパシーで話をしたいって考えた人もいる。でもそれってじゃあ今実現してるかっていうとしてるんですよね。例えば携帯電話はテレパシーだと捉えれるし、それから瞬間移動も半日あれば地球の裏側に行っちゃいますから、まあ疑似的な瞬間移動ですよね。だからそう考えると、まあ、スター・トレックあのまんまが現実にはならないでしょうけども、疑似的な何かがやっぱり再生医療というような手段を用いて何か実現できる可能性はあるかな。まあ人類に対して結構ポジティブに考えると。そもそも論で言っちゃうと、化粧品って薬理作用は持たないんですよね。で、薬理作用を持つと医薬品に分類されるっていうのがある。そうするとじゃあ幹細胞医薬品だったらどうって聞かれるのと、幹細胞化粧品ってどうって聞かれるのっていうのは根源的にちょっと違ってくるものがあって、まあその薬理作用を持たない幹細胞ってどうって聞かれると、まあお好きにどうぞみたいな話になるっていうのはありますけどね。というような そんなようなザクッとした感想です。私は結構皮膚ってバリアとしてはすごい強力な臓器なので、めちゃめちゃ強力。上から塗ったところで何が入るのかなっていうのは思ってます。保湿をするっていうのは大事だと思います。でも保湿する角質層って上の層ってもう細胞成分としてはもう剥がれる寸前なので死んでますなのでそこに作用させてもって考えると、本当にいい肌作りたいってなると、血流がある生きてる組織の層の部分にどう働きかけるかって、そこまで届くものって上からはあんまりないんじゃないかなと思っていて、中から行くしかないので、それこそ細胞を増やすとか点滴をして血流に乗せて何か作用させるっていうのが本当は必要なんだろうと思ってます。で、化粧品はまあ保湿っていう意味ではすごく大事で、まあ、強いて言うならペプチドとかはある程度浸透しやすい物質なので、それが入ってるものに関しては今いろんな研究分野も進んでいて、ペプチドに何か組み込んでさらに染み込ませて作用させようっていう研究もあるみたいなので、そういったところはまあまだちょっと未来あるのかなっていうふうには思ってます。やっぱりその化粧品によって何か皮膚を若返らせるとか、化粧品によって何か薬理作用を持たせるっていうのは基本的にはすごく違和感を感じます。多分先生も違和感を感じてると思う。皮膚呼吸なんてないしね。あれ皮膚呼吸って何なんですかねなんですかね皆さん最後までご視聴ありがとうございました。宮崎先生の方も YouTube を作ってらっしゃいますので、もしよかったら宮崎先生の方も、訪れてみてください。ありがとうございました。再生医療の専門家といろいろお話ができて、普段は一人でクリニックやってるのであまりドクターと話す機会がないんですけど、とても楽しい時間を過ごせました。楽しかったですね。楽しかったです。もう本当にもうザ形成外科医みたいな人にも30年ぶりぐらいに会ったかな懐かしい感じがしました。先生と話をしてすごくありがとうございました。ありがとうございました。